カメラマン山岸真さんとお届けする写真の魅力を熱く語っている番組なんですけども、新たに石田株式会社のサポートのもと、ますますパワーアップしてお届けしてまいります。先生の今目の前にはですね、はい、石田が、日本に持ち込みました、エアロサイドという空気清浄機があるんですが、これスピーカーじゃないんですよ。一瞬スピーカーに見えますよね、素晴らしいですね。スピーカーだと思ってました。いや、うちも犬が来たんで、はい、飼わないと、うん、これをそうですよね、すごいかっこいい、いいですね、ペット愛好家にもおすすめしたいと思います。こちらNASA の技術と民間企業の協力を実現していまして、エアロサイドは空気中のウイルスやバクテリアを水と CO2 に分解しています。今回は山岸真世界の光の中でサポーテッドバイ石田、素敵なゲストをお迎えしております。写真家の榎並悦子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。榎並悦子さん以外にも、はい、実はこのエアロサイドにもぴったりな素敵なお客様はい、いらっしゃるんですよね。榎並さん、どうぞ呼び込んでいただいてもよろしいでしょうか。はい、じゃあかなちゃん、ありちゃん、ゆっくりで。わあ、来た来た、はい、どうも、はい、グッドです。すごいね、盲導犬のアリエルちゃんと一緒に、はい、はい、入ってきてくださいました。はい、あちゃん、カメラ見よう。じゃあ、セット、はい、グッド、はい、セット、グッド、セット、はい。英語なの？はい、英語なんです。そうですか。お座りじゃないんです。そうなんだ、グッド。じゃあ僕買えないじゃん。英語勉強しなきゃいけないんだね。そうです。そんな複雑な会話するわけじゃない。じゃあさっきからいい子だいい子だ、可愛いって言っても分かんない。可愛い、可愛い、分かりますね。あ、そうですか、はい、可愛いっていう言葉は分かってます。はい、さあ、トロンボン奏者の鈴木かな子さんにもお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして盲導犬のアリエルちゃん、はい、そうです、アリエルです。よろしくお願いします。ちゃんと挨拶してます。はい、今ですね、榎並悦子さんの写真が画像にあるんですけども、はい、はい、ですね、まあ、今回、はい、写真展の、うん、来年1月になるんですが、写真展をしますので、はい、まあ、そのお話もちょっとさせていただければなと思うんですけれども、はい、で、そうですね、今写っているのが京都の、うん、盲老人の施設なんですけれども、はい、に入所されている方なんですが、はい、実は私中学生の時に初めてその盲老人ホームを訪ねて、うん、はい、で、まあ、その縁で高校生の時にまた行って、うん、で大学生の後半から、うん、まあ、その老人ホームに通って、この都忘れという写真集を、学生時代に、はい、そうですね、学生、大学の終わりから、まあ、卒業してからもずっと通って、で、まあ、そのご縁で、はい、今回、もう、視覚障害をテーマに写真展をやらせていただくことになり、はい、でこのかな子さんにも写真を撮らせていただきね、はい、そうですね、はい、はい、じゃあかな子さんとはその施設がきっかけで出会ったということなんですか。かな子さん自体は、はい、まあ、なんだろう、インターネットで、そうですね、メールをいただいて、あ、はい、いろいろ趣旨をメールの中で全てこう伝えていただいて、はい、うん、すごく私もあいいなって、内容がすごくいいなと思いまして、ぜひっていうことで、はい、今回ご縁をいただきました。じゃあその写真展にもかな子さんの作品が入ってくるわけなんですね、はい、登場します。だけどこれ、はい、僕えっちゃん先生って言うんだけど、はい、写真集いっぱい持ってるんですけど、はい、持ってない、持ってるわけないよね。だってこれはもうすごいですよ。いや、もうなんかだけど今出しても全然そうね、はい、最近の作品かなと思いましたもん。そうですよね、
昭和に出した写真集、今令和ですから昭和に出した写真集が今こうやって、僕新作かと思って、はい、新作って言ったんだけど、ねえ、まさか昭和の匂いがプンプン、すごいっすね、見て、素敵、昭和60年ですから、生まれる前ですね私いや素晴らしいですね、そんな、いやでもかなこさん実際生まれる前なんじゃないですか。いやちょっと生まれてます、うん、はい生まれました、まだって、そうだった、惜しかった、はい、そうですよね、うーん、いや素晴らしい、ねええ、そんなえっちゃん先生が、うん、かなこさんを撮られてるんですね、はい、はい、これはあのかなこさんがトロンボーンを吹いているところなんですけれど、はい、彼女トロンボーンのソリストっていうんですか。そうですね、ソリストで演奏活動をしています、うん、実は、はい、トロンボーンってさっき少しスタジオで聞かせてもらったんですけども、はい、トロンボーンの音色をなんかソロで初めて聞いて、うん、あーそうですか、なんか妙に癒されるっていうか、そうなんですよ、ね、嬉しいです、そうですね、びっくりしました。なかなかね単独で聞くことって考えてみたらないですもんね。あの音よりも楽器のね形で、はい、なんか、うん、なんかね、うん、覚えたのに、ね、なんか音だけ聞くってことなかなかないん で、 そうです、ね、驚いてます、うん。ソロ楽器としてはまだまだちょっと珍しい楽器かもしれないですね。あ、うん、トロンボーンって結構大きいですよね。はい、大きいです、だいぶ。だって手が長いし。うん、そうですね、手が、ね、そうなんですよ。手足が長い。そうですね。やっぱり手が長くない届かない。届かないです。実際、はい、でも本当届かない。うん、あのあまり小さすぎると届かない。そうですね。届かない。はい、トロンボーンはいつからやられてるんですか。高校生の頃からやっています。はい。で本格的にこうソロソリストとして、ね、はい、音大を卒業してからソリストとしてずっとやっていますね、はい、あ、そしてトロンボーン、あ、いいね、アリエルちゃん、あ、綺麗綺麗、いいですね、これ、うん、場所はどちらになるんですか。公園でしょ公園ですかね、芝の綺麗な、ね、あ、外でね、うん、気持ちよさそう、あ、だけどいい ね、 うん、ね、ワンちゃんと2人、これ笑顔いいですね、本当に、あ、そうですね、うん、やっぱりアリエルと一緒にいると自然に笑顔になれるのと、だから本当に私の大好きなそのアリエルとモード、あ、アリエルとトロンボーンに囲まれて撮れたっていう、うん、写真が、多分そういう笑顔が、好きなものが2つね、はい、いいですよね、はい、とても自然な表情を捉えてらっしゃいますね、うんうん、あ、こういうのも珍しいんじゃないですか。これもすごいですね、寝そべって、うん、あの先生がアスレチックの上に乗って撮られた写真、あ、先生がアスレチックの上に乗ってるんですか公園のたまたまあったので、なんかふとこういうのを撮りたいね、なんかまたアリエルちゃんも違った表情が出てる気がしますね、いつもと、うん、なんかね、こういつも本当にかなこさんのそばで、はい、なんか見守ってる、うん、常に見てますもん、うん、かなこさんの顔を、そうですよね、彼氏かいと思うんだけど彼女だったっていう、そうなんです、彼女なんです、うん、はい、女の子です、そうなんですね、アリエルちゃんとコンビを組んでどのくらいですか。ちょうど3年半になりますね、はい、今アリエルが5歳で一番こうお仕事も充実している、うんうん、時期かなと、モードを検討してのお仕事も、はい、普段はどういうところで演奏されてるんですか、はい、あのホールだったりライブハウスだったり、あとはこうイベントスペースでの演奏でしたり、うん、あのそれこそ小学校で演奏したりもしますし、いろいろなところであの盲導犬のことも伝えつつ演奏を聴いていただくっていう形でやっていますね、はい、あ、そしてタクシーから出るところですかね。そうですね、あのタクシーもちゃんとね、はい、あのそういう介助犬に理解あって、はい、あのそういうなんていうの、嫌がることはないですね。そうですね、あの公共交通機関も盲導犬も乗れますし、はい、結構飲食店でも大丈夫でしたりとか、はい、あ
ね、まだまだ浸透しきってない部分もね、そうですね、たまにやっぱりね断られてしまうとすごく悲しい気持ちになってしまうんですけど、でもねこの番組もその理解が広まるように、そうですね、はい、一環としてサポートできたらと思います。ありがとうございます。そしてそのかなこさんの盲導犬つながりで、榎並先生は盲導犬についても、はい、そうですね、はい、このところちょっと盲導犬絡みの写真を撮らせてもらう機会が増え、はい、この方はですね、小暮愛子さんっていうおっしゃるんですけど、はい、うん、なんとこの、コニーちゃんっていうね盲導犬メスなんですが、うん、の育ての親とこのアリエルの育ての親が同じ方っていう、うん、同じパピーウォーカーさんだった、はいはい、本当にこれは偶然だったんですけど、そうです、びっくりしました。そうだったんですね。今日もスタジオに来てくださって、そうです、アリエルのマネージャーで来てくれて、うん、心強いですね。はい、すごい心強いですね。でアリエルちゃんはお母さんが来るとやっぱ違うの、はい、はい、喜びますね。やっぱり今日もあの駅の改札で待ち合わせしたんですけど、うん、多分もうアリエルとしては発見、改札の向こうにいることがすぐ分かったと思うんですけど、うん、すごい歩き方がちょっとこうルンルンになってくるんですよね。一生懸命お仕事中だから、お仕事中だから改札出るまではってちゃんと誘導してくれて、でやっぱり会うと嬉しくてわーって全身で一回こ、ね、喜びをすごい表現して、うん、表現して、そうだったんですね。はい、あ、はい、そうですね、こちらもそうですね、家族との一枚ですかね、うん、小暮さんのお宅で、もう成長して、今4歳かな、うん、そうですね、4歳って言ってましたね。幸せいっぱいの写真です。あ、これはね、フジハーネスという、うん、盲導犬を育成する施設があって、はい、でこのあと、パピーウォーカーさんのもとに10ヶ月ですかね。そうですね、はい、10ヶ月間パピーウォーカーさんのもとで育って、1歳で訓練センターに行くという、へえ、はい、で左側がラブラドールレトリバーで、右がゴールデンですね。私ラブラドール飼ってたことがありまして、はい、すごい優しいですよね。そうですね、もう本当人の気持ちが分かりますよね。かわいい、はい、こちらが、はい、そうですね、まあ、もちろん盲導犬とかそのユーザーさんだけではなくって、うん、はい、中学のつながりからずっと来て、うん、まあ、いろんな目に障害のある方を撮らせてもらってるんですけれど、はい、これはマラソン大会の時のものですね。で、こう赤い紐をでつない持って一緒に走るんですよ。あ、はいはい、伴走の方が横にいて走るんですけど、うん、なんかねもうすっごい楽しそうだったの。ですね、うん、だからね、普段はあんまりこう、うん、全速というか、まあね、走る機会って少ないのかもしれないんですけど、うん、本当に何だろう、こう風を切って走るみたいな、うん、そうでしょうね、うん、私もね走ったりはしたことないですけど、これこういう目が見えなくなってからは走ってないですけど、うん、はい、きっといろんな景色が見え、ね、心で感じられるんじゃないかなって思いますね。うん、うん、気持ちいいでしょうね。うん、きっとそうかなと思って、すごくみんな楽しそうに走ってるなと思いましたね。榎並さんがこの中学生時代にその施設に、はい、盲老人の施設に行かれたきっかけっていうのは、きっかけがね、はい、ちょうど年末だったんですよ、うん、で同級生何人かでなんかお掃除のお手伝い行こうかみたいなことでしたね、はい、ボランティアみたいな形で行かれて、はい、で通うようになってっていう感じなんですか。まあ、中学の時1回行って、うん、高校でまた1回行ってっていう感じ。同じところにですか。同じところです。でルーツだね、はい、うん、そうなりますね。だってアメリカの写真集もそうだし、幼稚園もそうだ。やっぱりルーツはここにあったんですね。
そうです ね、なんだかんだ言っても、はい、やっぱりあのこの、まあ、都忘れっていうのが、うんまあ、技術的にはね、うん、今の方が良くなってると思いたいけれども、これはいいよね、いい素敵けれども、うん、やっぱりなんか自分の中でこの心を超えられない何部分って絶対あるなと思って、うん、いや本当にそうだよね、作ったものじゃないから超えられないよね、うん、これはフィルムですよね、フィルムです、はい、はあ、素晴らしい、全てモノクロで、うん、これは多分ね、はい、うん、若くだけ撮れないよね、はあ、うん、知りすぎると撮れないしね、うん、吸収する時期ですからね、うん、そうですよ、今ここにルーツがあったっていうこの都忘れ、うん、家帰ってまたいろいろ見返します、うん、素晴らしい、あの数少ないですよね、はい、女性の写真家で、うん、あのテーマをずっと持って撮ってる方って、うんまあ、どちらかというと社会派なんで、うん、そうですね、なんすかこれまではどういう作品を撮られてきたんですか。まあ、そうですね、結局、まあ、この延長線上にあるのが、うんはい、あの高齢化率が日本で一番高い町、うんまあ、今もう町村合併しちゃって一番じゃないんですけれど、まあ、そこをずっと撮って、うんまあ、2人に1人がお年寄りっていう町で、はいまあ、そのお年寄りってどうやって暮らしていくのかな、うん、これから日本もどんどん高齢化社会になってって、うんまあ、日本の何十年か先の社会が、うんまあ、すでにある場所っていうことで、はい、そこをずっと撮らせてもらったりとかですね。あとは、まあ、あのアメリカの承認症の方たちをテーマに写真を撮ったり、はい、であと、まあ、最近ですと園長先生は108歳っていうのを作ったんですけど、うん、あの長崎にある高台児幼稚園というところの園長先生がちょうど100歳の時に初めてお会いして、はい、であまりに素敵な方 で、うん、で子どもたちをもう本当にこう慈愛に満ちたこう包み込むような優しい先生だったんですよ。それでまあ、ちょっと長崎で離れてたんですけれど、うん、折を見ては通って、うん、気がついたら園長先生がもう108歳になったって、でやっぱりあの写真展写真集しようっていうことで、うんね、まとめました。はそして来年の1月には、はい光の記憶、見えなくて見えるもの、視覚障害を生きるということでシリウスで、はいはい、新宿御苑前ですね、はい、写真展を行うということなんですね、はい、写真集も今実は作っております。おはい、こちら三村水戸書院という京都の出版社ですけれど、うん、なので今見せていただいているものはその一部になるわけなんですね、はいこちらも、はい、これはね、うん、あのボートでパラリンピックを目指している方たちなんですけれども、はは一番最トップ歩かれてる方はコーチなんですけれど、はい、まあ後の方全員視覚障害で、うんうんまあ、白杖を持ってこう坂ちょっとさ、うんうん、ボートになるから坂になってるところにこれから行かれるんですけど、あこれがボートに乗ってるところですね、はい、え乗ってるじゃないですか一緒に乗せていただきましたあそうですよねこれどこで撮ってるなと思ったら南先生が乗ってらっしゃる、乗せていただきました。へえ。こっち今3人1組なんですか。4人1組ですね、うん、へで、まあ、メンバーはあの入れ替わったりするらしいんですけれど、うんうん、特にあの一番前の彼女は新幹線 の、うん、あの運転手さんだったそうですね。そうなんですね。はあ、そしてあダンスも、はい、いろいろなところに。そうですね、これはあの京都のライトハウスというところなんですけれど、うん、社交ダンスをね楽しまれてる方とか。うーん、あ本当だ。でもなんかやっぱりこう体を動かすと皆さんね、うん、
本当にいい顔をされますね。ですね。で最後の一枚になります。はい、まああの今、はい、例えば信号機なんかも、はい、あのまあ音響のね信号機はいろんなところにあるんですけれど、はい、やはり時間帯によって早朝とかならないらしいんですよ。夜遅くとか。そうですね。私の家の近くの信号機も夜7時で切れてしまうっていう状況で、でも7時ってまだ夏だったらまだ明るいじゃないですか。ね、でまだまだ外出というか帰宅する時間でもあるので、せっかくねこうついてる機能なので、もう少し長く鳴らしてもらえるとって思いますね。そうですよね。先日もねなんかニュースになってましたけれど、はい、あの早朝出勤した男性が、普段遅い時間だとあの信号機、あの音声が鳴るんだけれども朝早い出勤で鳴らなかったらしいんですよ。それで道路で、まあ、信号を渡ってて車に轢かれてしまったっていうありましたね。痛ましい事故が。そうですよね。あの言葉で言うととってもいい女。いや嬉しい。いや本当に、いやいや褒めすぎじゃなくて、世界中の女性を何万人と見取ってこられた、素晴らしいですよ。嬉しいです。笑顔もいいしね、この写真、笑顔とね本当質感とね、なんかいいよ、綺麗。嬉しい。本当に一生の宝物。そうですね。服は毛だらけですけど。そうそうそう、あそこも写ってるんだ、ちゃんと。毛が抜けるのやっぱり。抜けますね。そうすか。ラブちゃんはそうなんですよね。毎日ブラッシングしてるんですけど。それでもね。抜けますね。でも逆になんかこう、アリエルが、あのこの撮る直前までなんかこう、彼女に、なんかね、そうそう、かぶさってきて、そう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 、私がこう横になると大喜びしちゃって、一緒にこう私の上に乗っかってくるんですよ。そうね、はい、いいね。あ、本当だ。なんかね、芝かなと思ったらアリエルちゃんの、はい、アリエル系、ね、おけけだった。素晴らしい、素晴らしい。ありのままの姿です。素敵ですね。癒されます。写真も癒されます、トロンボーンも癒されますけど、本当にやった、ね、貴重なお話を。そうですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、山岸真世界の光の中でサポーテッドバイ石田、今回は写真家の榎並悦子さん、そしてトロンボン奏者の鈴木かな子さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.